夫人です。ありがとう。先ほど厄年の話がありましたが、私は来年厄年だとお祓いするのかといろいろ構えていました、うん、ですが年末に友人に来年厄年だよと言ったら、友人に厄年は今年だよと言われました。1ヶ月で終了した私の厄年、何もなかったですっていうか、いいことの方が多かったです。大丈夫、ほらやっぱ役年とか関係ないよ。そうだから大丈夫だから、元気な赤ちゃん生まれますようにって。あーね、ありがとう夫人、気が楽になりました。